みなさんこんにちは。今回は単語の言葉遊びです。四角に文字を入れて、このように赤い枠、緑の枠で完成する2つの単語を作ってください。制限時間は30秒ですよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は子でした。赤い枠は太鼓、緑の枠は子供となりました。このようにマスの中に共通する文字を入れて単語を完成させてください。答えが複数見つかった場合はぜひコメントにて教えてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。重要です。答え合わせです。正解はいでした。しない、いくらとなりましたね。次から難易度が上がりますよ。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はしと小さいやでした。電車、車庫となりました。さあマスが2つになりましたが、正解できましたか。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はでどんでした。漏電、電報となりましたね。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はギトンでした。ペンギン、銀行となりましたね。2つの言葉を作るのは想像力や集中力を鍛える効果がありますよ。6問目です。四角に入る文字は何でしょう。
終了です。答え合わせです。正解はトドウでした。街灯、唐辛子となりました。時間内に分かりましたか？7問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はキトンでした。腹筋、筋力となりました。筋力は20代をピークとして何もしなければ年齢とともに低下するんだそうです。しかし筋肉は年齢にかかわらず鍛えて成長させることができるそうなので、健康的な体を維持するためにも筋力トレーニングに取り組みたいですね。8問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はセドンでした。温泉、洗剤となりました。9問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はカドンでした。みかん、看板となりました。みかんはヘタを下にしておいておく方が長持ちするんだそうですよ。知ってましたか？最終問題です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はトトウでした。砂糖、豆腐となりました。最後におまけ問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄でお待ちしています。この問題は以前図の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えはチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。図の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。